はい、どうも皆さん、マルチゲーミングクラン、マルチゲーミングクランホームのクロと申しますということで、あ、何かわいいじゃん、どうしたの。ホームのクロと申しますということで、ニアレプリンカとやっていきたいと思います。ちょっと押せるんだね。前回はね、5年越しに、カイネを、封印から目覚めることができて、5年越しにやつの封印されてた魔物を倒すことができましたと。あとあれだね、エミルがお姉ちゃんと融合してああいう形になったけど、まあエミルはエミルと一緒に旅をしてくれる仲間となりましたと。で、まあスタートはデボルさんに話しかけるね。デボルさん、よ、意外だな。もう声をかけてもらえないかと思ってた。いいえ、あれは村のためだと分かっています。デボルさんたちの立場だったら仕方ありません。そうだな。じゃあポポルの元にも行ってくれ。魔王のことで話があるそうだ。ええ、今から会いに行きます。それとなんだ。俺も昨日は取り乱してすみません。お前が謝る必要はないさ。誰だって仲間を傷つけられると腹が立つ。彼女たちにも謝っておいてくれ。ちゃんと伝えておきます。まあそうだね、村を考えるとやっぱまあ仕方ないことだよな。多分デボルさんもポポルさんもなかなかこう苦しい決断をまあしたんだろうね。あんな状況じゃなんか村を助けてくれた人たちを外に追いやるなんてなかなか、ほら気づかないでやるやつなんてないから普通。オメガ、ポポルさん。あ、昨日はごめんなさい。どうして。あなたは何も悪くないわ。でもポポルさんたちも悪くない。村のみんなのためなのに辛く当たってしまった。優しいのね。ありがとう。気にしないで。そういえば何か話があるとか聞いたのだが。ええ、石の神殿があったでしょ。我のいたところだな。そう、魔王の居所はそことつながっているらしいの。東大元暮らしか。でもあそこに渡る橋は通れなくなってるんじゃ。船で行けばいいわ。船、ようやく交易用の水路が整備されたの。5年越し投げ。魔物からの被害もあって随分と遅くなってしまったけど、石の神殿の裏側の道にも船を出してくれるよう頼んでおいたわ。船頭さんに言えば無料で使わせてくれるはずよ。これで町の間の移動も楽になると思うんだけれど。ありがとうございます。ポポルさんにはお世話になりっぱなしだよ。本当に感謝してる。じゃあ行ってきます。気をつけてね。本当に気をつけて。ありがとうポポルさん。さて、船が完成したということでやっていこうかね。ここかここか、分かりづらいな。やあ、久しぶり。おお、僕のこと覚えてるかな。赤いカバンのやつ、リンゴ食っちゃったやつだ。その赤いカバン、まさか海岸の町の喧嘩夫婦の。ああ、久しぶりだな。あれからずっと水路の整備をしていたんだけどね、仕事を認められて船頭を任せてもらったのさ。すごいじゃないか、おめでとう。ありがとう。まあ忙しくなった分妻との喧嘩は絶えないけどね。さあ船に乗って、行きたい場所を言ってくれればそこまで連れて行くよ。ありがとう。おお、めっちゃ楽。おお、あ、なるほどね。今までこう言ってたのを一回で全然行けるようになっちゃったんだ。便利。まあ石の神殿の裏道だね。はい、ヨナはいなくなっちゃったけど、この洞窟の先に石の神殿があるよ。そしてその先に魔王の城。行くぞ。行こっか、エミルとカイネ。
こがそうだね。なんかこういう街並みもあれだね、ニーアオートマタと変わらないね。まっ、でもね、一段下がるのは変わってないね。おお、来た来た来た。どうやって登ってくるのかなって見てたら、普通に登ってきた瞬間に登ってた。お、何？危ない危ない。槍、王妃の玉座。へえ。見てみよっか、これだ。あー、よくあるやつだね。まあまあ、もうこっちの方が強いね。あ、エミールはこう浮いてるもんだから普通に登ってくるね。どこ行っちゃうの、エミール。どこ行くの、どこ行くの。オッケー。さあ到着。あれ、来なかったっけ。あれ、ヨナがさ迷い込んだとこだよね。ほら、あ、それはダメに入らないわ。行ってやる。相変わらず体力濃いね、お前。OK。 あすごい、お前引き込まれてたぞ今。 OK。まだ出てくるのか。ほら、よし、便利、すごい便利これ。ほら、危ないセーフ。あ、石の神殿地図、ここか。あー、遠い遠い遠い。オッケー。いいじゃん。もう激ゲット。はい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 、もう防御の隙を与えない。よし、オッケー。2本だとね、あれかもしれない。逆逆8本、嬉しい。目的地どこなんだろうな。
こういう木箱もね壊していった方が何かあるかもしれない。まあこっちかな。よし、 OK。 はい、でこれ前に寄せばいいかな。OK、たやすいものだ。ほとんど動けちゃってみたいな。わら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 、あー足りない。よいしょ、オッケー。あ、これこれこれ、今のだね。今のはまんまに出たね、今。何かあるか。無くそうくらいかな。なんか外行く道あったよね、確か。ちょっと押して、ここ2個分入るかな。あ、入れそうだ。よし、なくそう。まあこれは多分押して、あ、待ってよ。あ、押すな。ここ入れればいいか、こいつ。で、こうして、OK。そんな難しくなかった。あ、出てきた。ロロ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 。まあいいでしょう。よいしょ、よいしょ、はい。まあ、なるほど。あれよ、こげしっくきて。おい、おい。オッケー。はいはいはい。行け。回せ回せ回せ、攻撃しろ。
よいしょ、おら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 、よし、これで高いにさせてくれて、特に変わった、おら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 、うそー、手前で出るのかーい、あおお、まあ、ひと月程度で終わっちゃった、あーなるほどね、これ一回多分隙間開けなきゃいけないんだ、これも多分、あー違う、押して押して切って、まあ押し切ればいいか、あこれでいい、すぐよし、アップ、まあ特に何もないね、あーまさかの空中に逃げ合ったあいつ、オッケー、あ激薬ありがとう、よし、ほらロロロロロロロ、劇薬が手に入る、たくさん嬉しい、あー外した、ほいほい、よし前連れて、攻撃の手を休めるではない、よしよし、やっぱあれだね、オッケー、なかなか体力があるねこいつ、エミールがすごい端っこで今頑張ってる、おら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 、よしオッケー、うわー劇薬か、まあまあまあいった、まあ、こっち行けないね、6歳の出てきたよ、おら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 、いってやマジ、かな、まだ激薬、はあ、まあ激薬が手に入るなら、まあ、多少いいか、そうこれが外に繋がるもんなんだよね、マジか、あなんかなんか綺麗に整えられてる、
それじゃあ上登ればいいのかな。あ、でもこれでしまいだ。向こうから行けないもんね。いや、こっちだ。カイネ、エミール、今度から俺も野宿するよ。なぜですか？お前らだけ村に入れないなんて、やっぱりどう考えてもおかしい。不自然だ。抗議運動というわけですね。やめておけ。けどこのままじゃ俺の気持ちが。では、その気持ちだけありがたくいただいておきます。エミール、この大事な時期に慣れない野宿で体調を崩したら大変ですから。それに僕、カイネさんと二人きりでする野宿、割と気に入ってるんです。そういうことだ、邪魔するな。なんだ、なんか楽しそうじゃないか二人で。これどこに置きゃいいんだ。ああ、そっか。でもこれじゃ前押せんの？押せない。関係ないのか別に。あ、これはあれだね、前回その少年の時のやつそのままだね。まあ特に何もなさそうだけどね。こっちだ。雑魚が多いな。蹴散らすぞ。おお、お前らまでカッチュ来てんの。生意気だなお前ら。ほら、ほら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 、百獣の剣王、しかも両手剣だ。端っこで追われたの。そっかそっか、負けた。泣きそばかり。よし、今回はここまでにしようかな。そうだ、30分くらいやってるね。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回この続きプレイしていきたいと思います。前回この先にヨナがいたよね。また気になるね、どうなってんだろう。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。